前の町長の死去に伴い、来月24日に告示される高取町の町長選挙に、新人の今西和則さんが出馬することを今日表明しましたふるさと、高取のために、今までの経験やネットワークを生かして、全力を尽くして、ちづくりに取り組んでいきたいということを決意いたしました今西さんは高取町生まれの60歳。 1983年に総務省当時の自治省に入省し1991年からは民間シンクタンクに勤めています2011年には奈良県議会議員選挙に出馬しましたが落選しました今西さんは人口減少を課題に挙げ子育てしやすい環境の整備を行いたいと話します また新型コロナの影響でリモートワークが広まったことから高取町からの人口流出の抑制や移住者の増加に期待するとしました高取町長選挙は来月24日に告示され29日に投開票されます高取町長選挙への立候補表明は今西さんが初めてです